エムフローは、バーバル、タク、LISA で構成される、日本の音楽グループ、プロデュースユニット。エージェントは、LDH。本名、リュウ・1975年8月21日生まれ。東京都出身の在日韓国人3世。ラップ、リリック等を担当。セント・メリーズ・インターナショナル・スクール出身。血液型 B 型。日本語。 英語のバイリンガル。既婚者。本名、高橋拓。1974年3月29日生まれ。神奈川県横浜市出身。血液型 A 型。トラックメイキングを担当。一部楽曲では、ラップやボーカルも担当。別名、ストルタク。既婚者。本名、エリザベス桜、成田。 1974年10月26日生まれ、ボーカル担当、東京都出身、血液型 O 型、日本人とコロンビア人のハーフ、日本語、英語、生語のトリリンがある。バーバルとタクの通っていたセントメリーズ、インターナショナルスクールの近くにある、聖戦インターナショナルスクールに在籍していたが、後にアメリカンスクールインジャパンに転校。バーバルは、 中学の頃には LISA を知っていたが、顔見知りになったのは高校になってからであるという。2002年4月に、ソロ活動に専念するために脱退したが、2017年12月15日に、およそ16年ぶりに復帰した旨を、オフィシャルサイト及びオフィシャルツイッター、オフィシャルインスタグラムにて、アナウンスされた。ビートスペースナイン収録、トライポッドベビー、アワードスパーの場。 ラブズベストマイナス収録、ラブカムズゴーズにて、ラブズアーティストとして楽曲に参加したほか、デビュー10周年ベストアルバム、MF10 に収録された新録曲、サウンドボーイスリラーフィット、LISA でも共演している。またライブツアー、M フローツアー2005ビートスペース9及び、M フローツアー2007コスミカラーにツアーメンバーとして出演した。ヒップホップ、ソウル、 R&B、ジャズ、レゲエ、ボサノバ、ハウス、ニステップ、ドラムンベースなどの様々なジャンルの音楽を取り入れ、多彩な音楽性を持つ。ボーカルの LISA を含めたメンバーは3名とも、英語のスピーカーであり、歌詞には日本語と英語が入り混じっている。ほぼすべてのアルバムのインタールードと一部の楽曲で10年後の近未来や宇宙が舞台となっており、これらは、 m フローの世界観を構成する重要な要素となっている。バーバル、タクが当時聞いていたカンパニーフローのフローにぶったブランドの MC である CQ の流れる光のようというパンチラインからメテオリットを連想しメディアとの造語であるメジアリテに前述したフローをつけたメジアリテフローが名前の由来である。バーバルは メジアリティフローをそのままグループ名にすることを希望したが長すぎるという理由で A ベックス側から解明を求められ M フローとなった隕石が流れてこの世界に影響を与えるという願いを込めてバーバルが命名したと説明する場合もあるバーバルは幼い頃親の仕事の都合でボストンに滞在したことがありその時参加したキャンプで子供たちがスクールバスの中で ラン DMC のイッツトリッキーを歌っていることにカルチャーショックを受けた。これをきっかけにバーバルはヒップホップを好むようになり、14歳の頃から自分で英語のリリックを書いてラップするようになった。当時のリリックは現在とは異なり、自身の民族的アイデンティティを強調したものも多かったと本人は著書などで語っている。バーバルとタクは5年生の時、 インターナショナルスクールのクラスメイトとして出会った。当初は特に仲の良い間柄ではなかったという。高校の時、タクが結成していたミクスチャーロックバンド NMD への加入をきっかけとして進行を深めていった。あるライブ当日、NMD のラップ担当メンバーの折り合いがつかなくなったため、以前からバーバルがラップをしていることを知っていたタクは、バーバルをピンチヒッターとして、 ライブに出演させた。このライブにおけるバーバルのパフォーマンスに感激したタクはバーバルに NMD のメンバーとして加入するよう要請しバーバルは NMD に加入した。現在のドラゴンアッシュのような形態で活動していた彼らは様々なコンテストで表彰された。NMD はいくつかのレコード会社からメジャーデビューのオファーを受けたが進学のために それらを断り解散した。その後、バーバルは、ボストンに、タクは、ロサンゼルスに留学した。インディーズデビューロサンゼルスから帰国したタクは、別の女性ボーカルと活動して、クラブなどでデモテープを配る生活を送っていたが、現在の所属事務所アーティミジの代表取締役社長である、浅川真嗣と出会い、同事務所のスタジオなどで音楽制作を開始した。 当時タクが作っていた音楽について、浅川は、打ち込みは、今一つだが、独特のグルーブ感があったと評している。ある日、浅川がもともと GTS で使用する予定だった、セービル・ジェフリーズのボーカル素材をタクに渡し楽曲の制作を依頼したところ、出来上がった曲に、その時に、偶然日本に帰国していたバーバルのラップが入っていた。この曲が、The Way We Were である。 The Way We w r は、タクとバーバルのユニット Mflow 名義で、1998年10月、Abex 系のインディーズレーベルリズムリパブリックからリリースされたが、出荷は少数に滞った。しかし、朝側がこれを高く評価したのをきっかけに、タクはバーバルと共に他にも数曲制作することになった。バーバルを加えて制作した数曲の中でも、かつてソロや、 ラムジャムワールドのゲストボーカル、またたくのユニットラブソウルに、コーラスとしても参加したこともあった LISA を、ボーカルとしてフィーチャーした、ビーン・ソウロングが、関係者の間で特に好評となり、3人でデビューする、話が持ち上がった。当時、バーバルは、大学院で進学を専攻し、すでに卒業後は牧師になると決めていたが、これを浅川が説得して、日本に呼び止め、 m フロー名義でリズムリパブリックからビーンソーロングをリリースした。これにはただのエーベックスの新人とは見られたくないという浅川の意図があった。HMV をはじめとした外資系 CD ストアのみで初期は500枚程度の受注だったビーンソーロングは JWave のレコメンドになるなど、 FM ラジオ曲などを中心にじわじわと知名度を上げ、最終的に受注は1万枚を超えるまでに至った。メジャーデビュープラネットシャイニングインディーズでの売り上げ目標を達成したことや、インディーズでは対応しきれなくなったことから、1999年7月、エムフローは同じくエ b ベックス系のメジャーレーベル、リズムゾーンからメジャーデビューを果たした。ビーンソーロングを含んだ、 メジャーデビューシングルザトリポット EP はオリコン初登場を9位を獲得した。タイトルのトリポットには3本の柱の意味でタク、バーバル、LISA の3人が団結して曲を作り上げるという意味が込められている。1999年はさらに3枚のシングルをリリース。2000年2月ファーストアルバムプラネット・シャイニングをリリース。 2012年のグローバルアストロライナー号での宇宙旅行というストーリーに仕立て上げられたこのアルバムはオリコン初登場6位を獲得した。同年8月、小西康史妃、砂賀達夫、東和帝、森俊彦をはじめとした多数の豪華リミキサーを迎えたリミックスアルバムザリプレイスメントパーカシャニスッツをリリース。M フローは以後すべてのオリジナルアルバムの リミックスアルバムを制作している。エキスポエキスポ2000年9月の6ス,スシングル、How You Like Me Now は、オリコン9位を獲得し、デビューシングル、ザトリポット EP 以来のオリコン10位以内ランクインとなった。そして2001年1月、代表作の一つとなる、カマゲンをリリースした。この曲に関してタクは、日本の歌謡曲の方程式を無視して作った曲ですと、 コメントしている。当時 UK のクラブミュージックとして流行していたに、ステップを基調としたカマゲンはオリコン最高4位を獲得13週にわたってチャートインした。この曲のヒットにより、m フローは一般のリスナーにも広く認知された。2001年3月、セカンドアルバムエキスポエキスポをリリース、オリコン初登場3位を記録。このアルバムのコンセプトは、 2012年のバーチャル万博である。同年5月、エキスポエキスポからのリカットシングルとして、プリズムをリリース。このシングルには、カマゲンのリミックス用素材が収録されており、これをもとに、エムフロー、カマゲンリミックスコンテストが開催された。グランプリ賞は当時ゲームミュージックなどを制作していた、坂谷武器香りのカマゲンであった。8月、 ステップ東京でのライブを収録した初のライブアルバム、エムフローツアー2001エキスポエキスポ、9月、ライブ DVD、エムフローツアー2001エキスポエキスポをリリースした。LISA 合体、外仕事2002年に至るまで、エムフローは、数々の外仕事に恵まれ、他のアーティストとも様々なコラボレーションを行った。2002年2月に、その集大成となるアルバム、外仕事、 m フローターンズイットアウトが発売された。こうしてセールス的にも成功を収め軌道に乗った m フローであったが4月ソロ活動に専念するためとの理由で LIS 映画脱退を発表。2002年は残されたメンバー2名のソロ活動を中心とした沈黙期間が続く年となった。タクは タキテリックレコーズを立ち上げ、オーディションから起用した日野内エミのプロデュースや自身のミックス CD のリリースなどの活動を行った。バーバルもエスピオナージュレコーズを立ち上げ、テレビ東京系音楽オーディションバラエティ番組、アサヤンのラッパーオーディションからデビューしたハーツデイルズをプロデュースしたり、自身も参加するラッパー集団マイクバンディッツを立ち上げるなど、個々の活動を活発にした。 アストローマンティック2003年3月、約1年半の沈黙を破りファン投票の結果を元に選曲されたベストアルバムザ・インター・ギャラクティック・コレクション・ギャラコレをリリース。最終トラックは新曲のイントロ部分が収録されており、新ボーカルが歌い出す直前で切られていた。このクイズのようなトラックが新ボーカルに関する様々な憶測を呼んだ。その後、 新ボーカルクリスタル K をフィーチャーした復活第1弾シングルデウィンドをリリースしオリコン Q 位を記録。このシングルから以前の LISA のような固定ボーカルを置かず毎回異なるゲストボーカルを迎えて曲を制作する m f l o ラブズ風、という形で活動が再開された。多くの新人。 無名のアーティストとコラボレーションしたことによって、それらのアーティストがブレークするきっかけともなった。バーバルは、ラブズプロジェクトの活動形態について、アメリカのプロデュースグループである、ネプチューンズからヒントを得たと述べている。また、バーバルの提案により、M フローをサングラスをかけた二人組とアイコン化、ブランディングしていった。2003年10月、M フローラブズメロディー山本良平。 ミスユーをリリース、オリコン8位を記録。2004年3月リリースの、エムフローラブズ・ボア、ザ・ラブバグも、オリコン8位を獲得。レウィンド、ミス・ユー、ザ・ラブバグ3作のヒットにより、ラブズ体制でのエムフロー完全復活を、印象付けた。ザ・ラブバグでは、各 FM 放送局向けにスペシャルバージョンも、制作された。同3月に、外仕事、週の第2弾である。 エムフローインサイドを発売。以後エムフローが関わったほとんどの作品にエムフローインサイドマークが記載されている。インサイドという単語つながりで、サードアルバム、アストローマンティック初回限定版において、インテルとのコラボレーション企画、エムフローラブズインテルが行われた。2004年5月、3年振りとなるオリジナルアルバム、アストローマンティックをリリースした。このアルバムは、 戦術したアーティストの他にも、ドラゴンアッシュ、坂本隆一、クレイジー、ケンバンド、野宮キラ、豪華アーティストと共演した。このアルバムは、オリコン初登場2位、最高1位を獲得した。また、アストローマンティックに収録されている、エムフローラブズ、隆一坂本、アイワナ be ダウンは、ベイビルボード氏のホットダンス、クラブプレイチャートで、 最高12位を獲得する国際的なヒットとなった。アストローマンティックの発売直後の6月、バーマルは韓国系アメリカ人の女性デザイナーとタクは日本人の一般人女性とほぼ同時期に結婚した。7月には新規バスタジオコーストにて3年ぶりの人よ、限りのライブ、m フローライブ2004アストローマンティックを行った。このライブの模様は後日発売された。 アストローマンティック DVD に一部収録されている。ビートスペースナイン2004年11月、当時新人であったヨシカをフィーチャーしたレッドゴーをリリース。NTT ドコモの CM とタイアップしたレッドゴーは年をまたいでロングヒットし、ヨシカにとっても2005年にメジャーデビューを果たす契機となる出世作となった。2013年になってテレビドラマ ビブリア古書道の事件手帳の挿入曲に採用され、再び脚光を浴びた。2005年3月、和田明子とのコラボレーションを発表。エムフローラブズキ子アダとして、ヘ、hey、イのレコーディングを行った。またこの頃、リアッチの違法アップロードに対抗するポスターに出演した。コピーは、1 0違法アップロードしたら、お仕置き。7月、元ボーカリストの LIS 映画。 次回作アルバムで、再び M フローの楽曲に参加すると発表。2005年8月にフォースアルバム、ビートスペース9をリリース。12組のラブズアーティストが参加した。このアルバムは、初のオリコン初登場1位を獲得した。10月6日ナンバーハッチを皮切りに、ライブツアー M フローツアー2005ビートスペース9がスタートした。11月2日の日本武道館での最終公演には、 地方公演に参加した LISAA、メロディー、山本良平、天入り、吉川のほかスペシャルゲストが参加した。このライブの模様は同日深夜からインターネットテレビギャオで放送された。2005年12月31日には、第56回 NHK 紅白歌合戦に M、M フローラブズ・アキコアだとして白組から初出場した。 コスミカラー2006年6月28日、日の内恵美と両平をラブズしたサマータイムラブをリリース。この曲は丸井とテレビ CM などとタイアップし、丸井のテレビ CM や渋谷の丸井に M フローの垂れ幕が下がるなど露出が多かった。7月には、外仕事集第3弾にあたる M フローインサイドワークスベスト 2- をリリース。ディスク1には、 外仕事だけではなく、エムフローラブズミンミでの新曲、ロッタラブやサマータイムラブの砂が T エクスペリエンスによるリミックスを収録。ディスク2は、エムフローのクラシックと呼べる作品を中心に構成された DJ デックストリームによるミックス CD。ディスク2の中でも一部のクラシック作品は、ジャモーサやワイズ、エル・ボーカルといった比較的若手のアーティストを迎えて、 新たに録音されている。12月13日、スタートレック40周年を記念したコラボレーション企画で、m フローラブズ・スタートレック、ラブロングプロスパーを配信限定でリリース。2007年3月28日に、ラブズプロジェクト最終章となることが発表されていた、5th アルバム、コスミカラーをリリースした。本アルバムのラブズ・クリスタル、K ・ケイ。 ラブドンとクライのバーバルのリリックが DJ オアシスによる DIS に対するアンサーソングであるとの見方もあったが、後に双方がブログにて否定した。2007年6月14日、ZEP 東京を皮切りにライブツアー M フローツアー2007コスミカラー M フローラブズアメーバがスタート。7月21日の横浜アリーナにおけるファイナルでは18組のラブズアーティストが登場して、 ツアーのフィナーレを締めくくった。2008年2月13日、ラブズプロジェクトの完結編となる、ベストアルバム、アワードスパーノが、ラブズベストマイナスをリリースした。本アルバムには、エムフローファミリーとも呼ばれたアーティストを迎えた、新曲、エムフローラブズ日の内エミアンの両平エミリアンド、ヨシカ&、LISA、ラブカムズゴーズが収録されている。今後については、 解散はしないが、M フローとしての活動は未定であると述べていた。2009年秋に、デビュー10周年を記念した、トリビュートアルバム及びベストアルバムを発売した。また10周年記念ライブ、ビトブ・プレゼンツ・ M フロー10イヤーズ・スペシャルライブ・ウィー・アレワンが開催された。2011年9月に M フローとして、リー・ボックのイベント、リーズム・オブ・ライトで、楽曲、ラーを披露。 2012年3月14日、5年ぶりのニューアルバム、スクエアワンを発表した。2012年5月26日、マクハルメッセイベントホールを皮切り、スクエアワンツアー2012をスタートさせた。また、これと同時に、ライブ会場限定シングル、ドンとストップメナウを発売した。2017年12月15日、 M フローオフィシャルツイッター及びにエムフローオフィシャルウェブサイトにて15年ぶりの LISA のメンバー復帰と新曲ネバーを発表すると発表された2019年桃色歌合戦へ初出場 LISA が M フロー在籍時に関わった作品については LISA M フロー脱退前を参照メンバー個人が関わった作品はタクタカ橋関わった作品 バーバル関わった作品を参照。バーバルが関わった書籍過去のテレビ番組以前のラジオ番組。ありがとうございます。